はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、それでは11話の方に進んでいきましょう。セントラルベースは私も奮戦したのですが、敵はこちらのないデータにない行動を取り、コンディションさえ万全ならばあのような連中に遅れを取ることなど。お前は賢いな。え？よくそこまで口が回る。生き残るために必死ということか。いえ、そのようなことは。俺が知りたいのは事実だけだ。それだけを述べろ。はい、では。いや、もういい。お前はこのベースで指揮を取れ。とおっしゃられますと。二度同じことを言わせる気か？いえ、ギルター・ベローネ、セントラルベースを指示させていただきます。下がれ。はい、では失礼させていただきます。ご自分で出られるのですか？もう一つの地球での任務にはまだ時間がある。リアクターが2人も揃っている以上無視はできまい。ではその間寄宿の指揮は私が。さてどう転ぶ。こうして私を呼び出したのに黙っていては話が進まないな。悪いな、俺自身も少しばかり迷っているんだよ。揺れる天秤の君のことだ。それでもその意志は揺るがないのだろうな。なあアドベント、あんた一体何者なんだ。人類の進化を見守る者たち、黒の改革派の行動隊長、それについては説明したはずだが、その黒のについても説明不十分だ。改革派を名乗る以上保守派がいると思うが、そいつらは何を守っている。人類の進化ってのは何だ。それを見守るってのはどういう意味だ。あのアスクレプスについては俺たち自身も自分のスフィアが分かってない以上あんたが説明できないってのも納得する。だがあんた自身はあまりに謎が多すぎる。君は私を直感的に信じているのではなかったのかな。だから今日まで待った。多分節子もランドも同じだろうさ。だがな、あまりに事態は俺たちに都合が良すぎる。ずっと探していたバルゴラとガンレオンがこうも立て続きに見つかったとなると、単なる偶然で片付けるわけにはいかねえ。偶然でなければそれは必然なのだろう。別の言い方をすればそれは運命と言っていい。あいにくだが俺はその手の話は信じないたちでな。信じる信じないの話ではない。それは確かに存在している。例えば君の乗っているアクシオもそうだ。スコート SP が、そうだ、あれに君が乗っているのも運命だと言える。あんたにはそれが見えるっていうのか。それは私だけではない。いずれ君たちにもなる可能性だよ。何？クロウさん、アドベントさん、どうした？クラビア、偵察に出ていたサルディアスさんから連絡です。サイデリアルの部隊がこちらに向かってきているそうです。俺たちの動きを察知されたか。リアクターはリアクターを感じる。じゃあこの間のシクーと名乗った彼だろう。クソ、問題ないクロウ、こちらにもリアクターが揃いつつある。まだ彼との接触まで時間はある。君は少し落ち着いてから来るといい。大丈夫ですかクロウさん。ああよかった。なんだかアドベントさんと険悪な雰囲気みたいでしたから。そんなことはないさ。でも俺だって信じたいんだよあいつのことを。クロウさん、お前にも心配かけたみたいだなクラビア。いえ全然大丈夫です。心配なのは分かってる、あのカニ野郎だろ。だがこっちもバルゴラとガンレオンが揃ったんだ。この前みたいに簡単にやられはしないさ。ま、俺はお味噌かもしれないがな。大丈夫です、クロウさんは私が守りますから。そうかだから頑張りましょうね。ああ。第11話、揺れる天秤、揺れない石。3体選べて。大丈夫ですかクロウさん。そっちにも心配かけたみたいだな。タクヨ、普段はヘラヘラしてるくせにコート決めたら一直線なやつだぜ。そういうあんたらはどうなんだよ、気にならねえのかあいつのこと。お前の指摘はもっともだ。だが俺は考えても分からなそうなことに頭は使わねえんだよ。
ダーリンかっこいい。結局貧乏くじは俺に巡ってくるってわけか。今さら嘆くことかよ。ですね。ついでに俺だけスフィアなしであのカニ野郎と再戦とはな。クロウさん、心配するな。俺は最初からスフィアの力なんてのを当てにしているわけじゃねえ。あれは使うがならなきゃならないときにあれなりあれば使うがなきゃないなりに何とかするさ。そういうことだアドベント。お前が何を知っていようと関係ねえ。俺は俺のやり方でやっていくだけだ。サイデリアル来ます。で、出た。沈黙の巨海。よう、あんた。別にスフィアの名前に合わせてだんまりを決め込む必要はないんだぜ。あなたたち、サイデリアルはこの地球で一体何をするつもりなのです？聞いてどうする？決まってるぜ。お前らが俺の敵など叩き潰すまでだ。私たちはこの星を守るために戦います。スフィアを手に入れたゆえの強気か。もともとこういう性格だ。そうか。ダーリンのヒートスマイルが効かない。あの人を見ていると不安とか恐怖を通り越して心が死んでいくみたいです。沈黙の巨海。感情を捨てた虚無の力だが、殺気は伝わってくる。要するに敵だ。分かっているなら来い。勝手に勝った気で余裕をかましているなら大違いだぜ。しくうとか言ったな。お前のその無表情を崩してやるぜ。やってみろ、できるのならな。4体内に全滅。また99999か。とりあえず進んでいきましょう。なるべくなら固まっていきたいけど、ガンネオンがペインシャウターあるんで少し前線に出していきましょう。おお、来た来た。微妙に倒せない。ここでなんとかするか。くらえ。で、戦艦は で、ディメンションリベレーター。で、ペインシャウターと 88% マジで。そうか、命中がだいぶ低いな。一応当たるけど。一応まだモードはハードですね。まあ、10分の8だからギリギリか。ペインシャウター。ディメンションリベレーター。こいつはなんちゃらショットしかない。めっちゃ食らうな。よし、少し進軍しましょう。次のターンであいつ来ないかな、こっちに。攻撃は不能。来た。次で何ターン目？4ターン目も。わあ、これちょっとまた無理っぽいな。
まずこいつが残っちゃってるからな。あとこの3人で減らさないといけないってことでしょう。そしてフォーメーションもちょっとあんまり良くないしな。一応やれるだけはやっときますが、中腹直感度で分析をかけて非常に下ろさないと多分、まあペインシャウターしかないけどマキシマムブレイクはいけるか。オッケーオッケー。傷だらけの獅子、お前を痛みで屈服させる自信は俺にもない。諦めたんならとっとと帰りな。お前の期待を見ているとどうにも背筋がゾワゾワする。そうもいかん、俺にも仕事がある。苦労してきたか。仕事で俺たちを狙うとは、お前は殺し屋かよ。だったら修理屋の俺の天敵だ。覚悟しやがれよ。お、結構強いな。やっぱり期待が変わってるから。直感、個人直感、マキシマムブレイク、ホールディングスマッシャーしかないけど、まあいいか。お前自身も分かっているはずだ。やるだけ無駄だということが。それがどうした。この会社は想定していなかったようだな。動揺が見えるぜ空っぽ野郎。弱いくらえー。あとこれでできなかったらダメだな。シュッとしかないか。さあどうだこれで。お前の存在だけはわからない。私は最後の一人、君たちとは相出ない存在だよ。おお減った。よしよしよし、オッケー。ほう、ピンチになって少しは顔色が変わったようだな。余計な誤解をさせたようだな。機体が修復されていく。何あれ、あんなのあったら修理屋なんて失業だよ。わかるはずだ、これもスフィアの力の一端だということが。チー、セツコハラ、ランドトラビス、俺と来い。なんだと。スフィアとリアクター、その2つが揃って初めて意味のあるものとなる。要するに俺は本当にお味噌ってわけか。サイデリアルはスフィアを集めている。お前たちもその力となれ。でやろうとしているのは宇宙の支配者様になることかよ。違うな。リアクター同士は相手を倒すことでそのスフィアを手に入れることができると聞きます。私たちのスフィアが欲しいならば私たちを倒せばいいのでは。それを望んではいない。誰がだよ。いずれわかる。そういうのは最近飽き飽きなんだよ。しく、俺を無視したことを後悔させてやるぜ。クロウさん、はぶられたからってやけを起こしてんじゃねえ。そうじゃねえよ。揺れる天秤クロウブルースト、お前は分かっているようだな。伊達にリアクターと戦ってきたわけじゃねえ。どういうこと。彼は沈黙の巨海の感情を動かし、その力の源である虚無を崩そうとしている。スフィアリアクターを完全に倒すにはその力の源を潰す必要があるのさ。その程度の安い挑発では無駄だ。クロウさん、クロウブルースト、お前は危険な男だ。他のリアクターはともかく、揺れる天秤のお前は標準の意を示さないようなら抹殺する以外に他はない。長ゼリフも喋れるじゃねえかよ。残念だ。揺れる天秤、お前だけは倒すしかない。死でのもんだ。旅立て。
クロ。こう見えても撃墜されるには慣れている。爆発する前に脱出すれば。なんだ、何かが起動した。元気かエクロと言っても、この映像を見てるってことはスコート SP が撃墜されたってことだろうけど。チーフ、スティグマなんてものを刻まれたあんたのことだ。きっと時空振動に巻き込まれることになるだろう。だからもしもの時のことを考えてこのシステムを組み込んでおく。システム？きっと驚くだろうね。私としてもまだ研究中の技術だから。だが実験は成功している。もうすでにサブユニバースへの待機は完了している以上、あとは任意の平行世界への転移だけ。ん？スコート SP が完全に破壊されたらシステムは起動する。さてうまくいくかはお慰み。チーフ、とっとと脱出しな。もうスコート SP は持たないよ。だったら長話してんじゃねえよ。ついでに言っていく、デリバリー料金は別会計だよ。マジで？クロウさん、大丈夫だ、彼は脱出している。クソ、危うくスコート SP と心中するところだったぜ。しぶといな。逃げてくださいクロウさん、あのカニ野郎が来るぞ。その必要はなさそうだ。待ってたぜリー・ブラスター。待たせたなシク。そんなつもりはない。お前ほどの男が俺が機体に乗るのを見逃すとは思えねえな。スフィアとリアクターが揃ったならお前にも問おう。俺たちと。お断りだ。ふん、聞くだけ無駄だったな。もしかして笑ったのか。俺も未熟だな。チーフ、使わせてもらうぜ。アップデートされたリ・ブラスターの力をよ。あれが新たなリ・ブラスターか。クロウさん、フォロー頼むぜクラビア。はい。揺れる天秤、お前だけは抹殺以外の道はないようだ。今度は俺が言ってやるぜ。やってみやがれ、できるもんならよ。おお、また99,999か。一回下がろう。戦艦は役に立たないんでそのまま。来た来た。とりあえずもう一ターン動かしてフォーメーションを。ほいほいほいと。リー・ブラスターは援護攻撃を持ってるから1から3。じゃあここに置いとくか。こいつってヒットポイント回復持ってるんだっけ。エネルギー回復体だけか。じゃあちょっとセーブして、まあできれば減らしていきたいといえば減らしていきたい。直感。こいつ死にそう。スプロット。これでリアクター同士の戦いとなるか。別に大切にしてるわけじゃねえが、俺のスフィアを渡す気はねえぜ。ならば機体から降りろ。お前をスフィアの因果から解放してやる。意外に詩人だな。殺してやるよりいいセリフだぜ。だがな、残念ながら俺の目的達成にはリ・ブラスターとスフィアが必要になるんだよ。その目的とは何だ。悪いが俺にも恥の意識がある。そいつは教えてやれねえな。おっと、地球からお帰り願おう。まるで当たるタイプだ。インドだスピルト。俺自身が締めの弾丸だ。え、突っ込んだ。おお、突っ込んでた。お前の力はその程度。
腹痛直感と。ジャイアントじゃなくてライアットチャレンジ。行くぜ。カーバーのスフィアの力で。結果を認めろ。覚悟しやがれよ、サイデリアル。イターサービスの看板工具だ。何も起きない。直感使うと次が使えねえな。待機。こいつは普通と直感があるから攻撃がいけるな。特に何も会話はなしか。これはガードした方がいいかな。いや、エイクロスが入ってんな、ガードに。大丈夫か、死なないか。普通にかわしたし。行くぜ。靴復旧の直感は使わない。当たってないからかな。くらえ。認識を改める必要がある。素直に負けを認めるってことか。また会おう、いずれな。俺は女嫌いだが、死神みたいな男はもっとノーサンキューだ。でもとりあえず撃退しましたし、あいつがまた来ても問題なしですな。やっぱりリアクターが3人集まれば負けることはないですよね。私何かまずいこと言いました？残念だが沈黙の巨怪はまだその力の片鱗ぐらいしか見せていない。え、心配すな、クラビア。奴が本気を出していないようにこっちもまだまだだ。本当ですか？人間ってのは日々成長してるのさ。そんな気休めでもクロウさんの言葉なら信じられる気がします。え、もしかしてクラビアさんって。どんどんまずい状況になってる気がします。本人のせいじゃないにしても、あいつの天秤ってのにはもっと別の意味があるのかもな。だが勝利は事実だ。そうだろう、クロウ。ああ、ありがとうよ、チーフ。俺は運命なんて言葉は信じないが、俺とブラスターを引き合わせてくれたあんたには感謝してるぜ。やったな、クロウ。今日の勝利はチーフのおかげだ。愛の力ってやつ？は？あ、そんなこと言ったら、エスターやマルグリットさんが黙ってないか。おやおや、クロウさん、あなた、ブライを気取っていますが、随分と表になるようですな。そのチーフという方も女性のようですし。あのよ、おっさん、何を勘違いしているか知らねえが、とんだ誤解だぜ。誤解ってどういうことです？なんだよ、クラビアまで。どう聞いてもクロウさんが複数の女性の気持ちをもてあそんでいるようにしか私には聞こえません。両天秤どころか四股だなんて人間として許せることではありません。四、一人分多くないか。どういうことか説明してください。さあ、早く、さあ。何度も言っただろ、俺は女嫌いだってよ。俺は女と関わる気ねん、女と関わる気はねえんだ。とりあえず了解しました。分かってくれたならいいさ。しかし驚きましたよ、トライア博士が転移システムの完成にまで至っていたとは。まだ完全とは言えないだろう。今回の成功は揺れる天秤のスフィアとクロウの力によるものが大きい。それでも時の牢獄を破るには彼女の力が必要となるだろう。アドベント、運命という言葉を信じるようになったかい。そんな気にはなれねえな。
今回のは奇跡でもな、でもなくチーフの努力の結晶だ。そういうものだよ。運命というものは意志の力で変わるものだ。どうにも俺とあんたの間では運命ってものの認識が違うようだ。構わないさ、私と君の道は最終的には一つに交わるだろうからね。そういうもんかね。少なくとも俺たちの旅の当面のゴールは近づいてきたな。周辺のレイラインの状況から見て、今いるエリアを抜けた先にこの大陸の中枢セントラルベースがあるようです。そこを落とせば少なくとも大陸北部のサイデリアルの統制は崩れるだろうさ。あとは格好撃破ができれば地球側の大勝利だ。だがそれゆえにこれまで以上の困難が待ち受けているだろう。あの四球以上の敵が出てくるかもしれないと考えるとげんなりだぜ。だがこちらにはリアクターが揃いつつある。そして意志の力は奇跡を起こし運命さえ覆すだろう。意志の力、要するにやる気ってことか。確かに私たちはそうやって戦ってきました。そして勝利をつかんできた。行こう、もうすぐ夜が明ける。私たちの進むべき私たちの進む道は勝利へと通じる。行ってくるぜチーフと、エスターにマルグリット。俺は運命なんて言葉は信じない。だから自力でみんなに会えるようにあがいてみせるさ。特にチーフ、今回の礼も込めて借金は一括で返済するぜ。できればだけどな。オーケー、リー・ブラスターも手に入りましたね。 T っていうのがよくわかんないけど、ギリギリ足りるかな。移動力1、エネルギー回復ショートみんな一緒だなあとはちょっと武器っすね。武器ランクを上げたいけどお金が足りない。こいつもちょっと5まで上げたいな。とりあえずこんなもんか。強化パーツって何か手に入ったっけ。特に何もないか。はい、というところで機体も人も揃ってきて、もうそろそろ終盤ですね。11話もクリアしたんで、とりあえず今回はこれで終了したいと思います。